なんでこの香川大学を選んだんですか？もともと心理学がしたくて、はいはいはい、親の大学の条件が国立の大学っていうのだったんですけど、国立の大学の中で心理学って言ったら、その今日発達心理学っていうなんかやってるところが多くて、でその中で香川大学だけが医学と心理、医学の心理学を全国で香川大学だけが始めたっていうのを教えて、あ、これは香川大学に行こうと思って第一志望にしました。でもすごいですね、やっぱこのこんだけやりたいっていうことがあって香川大学に来たんですね。そうですね。すごいですね。でも今はちょっと女優活動とかやりたいとか。あ、そうですね。まあもともとそう、私ひたすら芸能活動をしたくて、はい、演技がすごい好きで、そう、女優のお仕事したかったんですけど、絶対に大学に行きなさいって親に言われてたから、なんかそれで国立の大学で演技を学べるとこなんて全然ないし、親も演技なんて学ぶなって言ってたから、そうそう、だからそれやったら演技とちょっと関連があるのが心理学なんですよ。人の心を勉強して、その心の動きでそう演技をするっていうのがあって、あ、心理学勉強しようと思って、そうですね、大学は心理学を選びました。これだけこう華やかな場に出てとったら、他のこう大学生から、なんていうかな、こうあいつなんやねんみたいな目で見られることあると思うんですよね。あ、そういうアンチみたいなの気にならないんですか？いや、すごい気になりますね。気にならない人も結構中にはいるんですけど、私はすごいその人の目とかもめっちゃ気になるから、すごい、言われてるなって思ったけど、なんか高校の時にすごい仲良かった友達にそれを言ったら、アンチを書かれるほど注目され始めたってことなんじゃないのって、その子がポロって言ってくれて、もうそれからそれは応援してくれる友達もたくさんいるから、それと比べたらアンチなんての方がもちろん少ない数で考えたら、もう気にならないくはないけど気にしなくなります。素晴らしいですね、この志は。すごいっす。俺もアンチ欲しいな。そろそろアンチ欲しい。なったりといいんですか？アンチ係。まあ、いっぱい。なんていうか。実際に話すと全然違うってみんな言うんですよ。そのなんかSNS 上の写真とかやと近づきがたいみたいな。いや、それは絶対オーラが出てるんで。ああ、なるほどね。オーラ硬そうみたいな。オーラある人って喋りかけにくい、うん、例えばダウンタウンの浜ちゃんとか絶対話しかけにくい。怖い、それは。怖い。いやけど、ね、何されるの？って喋ったら優しいみたいな、ようみんな言うじゃないですか。それと、それと。なんかそう、実際にやったらなんか変人やなみたいな。うん、確かに、なんかもうほんまにツイッター見たことある？いや、ないです。なんかほんまにプロの写真みたいな、言うたらほんまモデルさんみたいな写真が並んどるから、うん、あ、こいつ多分この学業とか普通の大学生、お前らええけんみたいな。喋りかけんなと。そう。じゃあ。やだそう。そのところはまあ確かに。まあまあでもいいことだ。そう、それがすごいいい。うん。ギャップがいい。なんか胸、ね、のほほんと。うん、しております。の日常はスイッチはこう叩かれる。そうですね、始まる始まる。あの反応したからやめてくださいね。変わるっていうことですね。じゃあ最後になんですけど、やっぱりこれ香川大学の課題人として出演していただいてて、課題人っていうのは香川大学の革命児であったり、いろんなことやってる方にお越しいただいてお話しいただいてるので、最後に香川大学生の今から挑戦してみたいなっていう方や、これを見てる方に最後メッセージをお願いします。はい、そうですね、まだ年も19ですし、まだまだ未熟なところもあるんですけど、まず、3つあって、はいはい、1つは何でもとりあえずやってみること。で、私自身も全然一歩踏み出せないタイプなんですね。だからやらんで
失敗したこととかもたくさんあるし、今も私も躊躇するけど、やっぱり何でもやってみる、まずやってみる。でそこで何かが変わるかもしれない。まずやってみたっていう自分の中での自信も一つできるっていうのももう変わってるし、何かが絶対に変わるから、まずやってみることが一つと、もう一つがそうですね、常にポジティブ。私自身がすごいポジティブで、全然悩むこととかがあんまりないんですけど、ポジティブにいること、なんかもう終わったことを受けにしてもテストとかもう終わってもう終わって書いて提出してもたもう何もできんから、もう今終わったわと思ってどうにでもなると思って、もうとりあえずそうですね、ポジティブに、よっしゃ次行こうっていう気持ち、前向きな気持ちが大切、常に持っておいた方が周りも明るくできるし、自分も明るくいれるかなっていうのがもう2つ目で、3つ目が人のなんか、私中高で国際の学校に行ってたから学んだことでもあるんですけど、いろんな人がいて、自分とはもう全く違う正反対の意見の人もたくさんいると思うし、その私は国際のその学校で常識が全く違う子とか、育ってきた文化も全然違う子とか、肌の色髪の色が違う子とかいっぱいいたけど、そういう人の自分が全然絶対ちゃうやろと思う人の意見でもまず聞いて受け入れて、あそういう考え方もあるんやってこう常に学ぶ、こんな人もいるんやなっていう、こうなんていうのかな、新しい価値観を自分の中に持つのが大切かなって思います。まず否定したりとかを否定したりするんじゃなくて、まずいろんな意見とかいろんな人を受け入れたら、それだけ自分の考え方も正反対の意見もの人もおるっていう考え方も広がるから、次自分の行動とかにも生きるかなって思います。その3つです。はいもう終わりでいいんちゃいます。冷静ですよ2番目から困りますよ本当っすよ、ね、第1回打ち切りっすよ困る。いやすごいな、ほんまに大学2年生ですか。1年生です。19歳ですよまだ、人生2周目ぐらいちゃう生まれ変わり、なんかの生まれ変わり誰じゃないでそんなん言えいやすごいですね。いや第1回からすごい充実したものできましたね、はい、まだ第2回もまだゲストいらっしゃるんで、まだ撮影してあげていきたいね。はい、それでは第1回課題人のゲストは田村すみれさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。Keep